でも俺いつも通り食べたいね。テンション高めの方がいいの。え、テンション高めの方がそれはいい。オッケー。ぴょんぴょん。わー、おいしそう。もうついたらダメじゃん。めっちゃ今日もごちそうやん。特にごちそうやな今日。じゃあいただきます。うん。うん。何から食べようか迷う。味噌汁の濃さもちょうどいいわ。うん。まずこれ何やったっけ？ピタカ。ピカタ。あれピタカやったっけ？ピタカ。あれサッカー選手の誰？え、ウタカ。ウタカ。ウタカや。うん。これはピタカや。うん。うん、うん、めっちゃうまいこれ。うんうん、全部食べきれるかな。これは無理やな。買ってあげてって言われたパジャマ。そう、これでも伸びた原因さ、うん、あの愛華が入ってくるからって言っといたからさ、愛華が中に入って出てくるから言っといたからさ、うん、間違ったわね。そうなん。たまに出てくるよ。確かに。でも食レポよくやってるよ。だって。いつやってんの？最近やってるやん。カレー作って。うん。ハンバー大阪の YouTube とか。なんかショートで上がってた。ああ。じゃあこれの、あの食レポ行こうか。お願いします。うまそう。いい食べっぷり。うん、お肉がすごい柔らかくて、うん、あのこのタレがうまい。このタレめっちゃ美味しいよ。めっちゃうまい。でやっぱこのしそがいいな。うん、大葉がいい。大葉がこれしそちゃうか。しそやで、しそか。いいアクセントで食が進みました。食が進む。5点やな。5点。何ぐらいで食べてない？ごめん、聞いてなかった今。これ今ピザかと喋ってた。なんて？俺の衣についてる卵うまいやろ。喋りかけてみたから。うまって。うん。おいでかけてる。うん。やばないこれ。いいやん。寝れるやん、食って。突然届いたやろ。しかもこれこう部屋入った時にさ、こいつの腕がピョンって出てたらさ、怖いね。部屋入った瞬間。確かに、今日こういうスタイルで行くから。うん、この前にするさ、うん、GU でさ、うん、お互いに着てほしいファッション1枚以内に買ってコーディネートするとか言ってて、うんうん、それはやろう、絶対やろう。見たいですか？見たいよな。分からない。うん、観戦ブールを歌うときは、うん、ファンの方見つけたら声かけてくれるのめっちゃ出た、うん、だからさ、一緒に写ってくださいって、うん、言った。うん、これからたくさん映るかもしれない、みんな。サポーターの方。うん。携帯触ってたね。うん。立ってねやって。うん。あ、ひしもとけやって言われる。小学生も見てんのと思って。びっくり。お前そう広いね、じゃあ。びっくりやってん。おもんなって言われてるかもしれない。言われてるかもしれない。ほんまに。はいや。マジでまつげのマグロが一番おすすめ。俺がそんな人食わしてないって思われるやん。じゃあ高級やん、10貫で2000円やで。確かに美味しいよな。でもまつげのお寿司な、そう、こないだ食べてめっちゃ感動した。お笑い見に行きたいな。うん、お笑い見に行かにでもさ、愛華が面白いからもう満足してる。気に入っちゃうやん。うん、面白いやか。うん。どういうところが？何、行動がおもろい。予想外の行動してくるからさ。ねえ、そうやん。
えば例えばこの前だってさ、道にザリガニいるからってさ、尻餅ついてこけたりせえへんしさザリガニおってもさ、別にまたいでそのまま通り越したらいいやん。いや無理やんって、結構でかかった、これぐらい高かったで、立ち上がったらうわーって言ってきたもん。ダブルピースしてるな。ダブルピースしてきて写真撮ろうと思ったらめっちゃピチキンってなったからめっちゃピースするやんと思って、ダブルピースしてるな。怖すぎて。かわいいやん。でそのまますっごい速さで追いかけてくるかもとか想像しちゃって、だって小学生ぶりに見たよ。怖くない？怖くないよ全然。大回りしてくる。やばいよ、またいだいいの。虫あかんもんな。虫無理。なんかほんまな、ほんまこんなちっちゃい雲でもな、ヒューンって上から落ちてきててん、でさ、うわ雲やと思ってお風呂入ってるの炊けるな、びしょびしょのまんま出されてな。ちょっと怒ったもんな。怒ってんな。なんやねん、これぐらいの雲かっすな。そんな怒らんでいいよ。そんな怒ってへん。人間には得意と不得意がたけるの名言これ。え、付き合いたてん時よ。なんで、ついたそんな。どうなったよ。めっちゃやだから好きって言ってって。ああ。言ったら、うん、人間には得意と不得意があるって言われて。すごい、キュッてまとめられた。忘れられへん。そっか、使えないかも。お腹いっぱい？もうお腹いっぱいです。めっちゃ食べたで。うん。なんか。ないな。顔真っ青やったもんな。やばい、いいかな。人間ってパニックになったらさ、ほんま多分なんか意味わからん行動し始めるよな。なんか一瞬待って冷静になったりするよな。うん、確かに。いやでもそれで言ったら、一回か友達と約束しとって、起きた時間が待ち合わせの時間やって、電話で目覚めます。うん、やばいってないやん、でも行かないとって思った行動、お風呂に入るやつ。終わり。もうそれもいっちゃん友達なくすやつやん。ごめんすぐ行くって言ってたのに、シャワー浴びてて、そこで目覚めて、なんでなんかシャワー浴びてんのやろみたいな、焦って、ごめん、なんでか意味不明な行動してお風呂入っちゃってたんだよ。その友達も続いてんの。え、仲いい。よかったね、なんだかんだ食べれてる。みんな食べちゃうが美味しい。2024年中にやりたいことない？俺、やりたいこと、山登り。3000m 級の山を登ることやる。え、今度行こうとしてるところは見せなんだ。あ、まだか。全然シーズンオフ登れるかな。3000m のシーズンオフだったら無理だ。ごちそうさまでした。いや、めっちゃ美味しかったです。今日のご飯は何点ですか？期待の意味も込めて85点。ね、100点やけどな、ほんま。常にあと15点何が欲しかった？わかった、アイスやろ。何？デザートが食べたんよ。その15点じゃない。全然そんなつもりじゃなかった。あ、そういうつもりじゃなかったの。こっからはまだもっと美味しくなれるやろっていう、期待も込めて。期待込めての85点。かしこまり。ということで、今日の岸本家の YouTube、これにてお開きです。ぜひ皆さん高評価とチャンネル登録もお願いします。バイバーイ。最後急に肩。バイバーイ。こんな肩言う。急に緊張するやつ。あ、YouTube やったっけみたいな。